はいどうも、チャンプルーです。ということでね、今回もですね、チャンプルインホテルやっていきたいと思います。今回は広島旅行に来ているんですけど、広島旅行3日目のホテルです。今回泊まるホテルはこちら、ステーションイン福山です。今日ね、サルバトーレの対人戦だったり、他のゲームの対人戦をやってたんですけども、めちゃくちゃ楽しかったです。そして今回はこのホテルでゆっくり休みたいと思います。では入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで部屋の中に入ったんで早速見ていきましょう。もうねちょっと見えてるんですけど、俺の私物がありまして、でこちらですね、椅子がありますね。椅子、そしてその横にはこれはなんだ、あ、わかりました、空気清浄機です。これ、そして横には靴べらとスリッパがあります。で、上にはハンガーが3つですね、あります。そして左側には無線 LAN がありまして、コンセント、消臭のスプレー、電気ポット、ティッシュ、で、俺がさっき買ったお茶。で、リモコンがありまして、テレビがあります。こんな感じで、ライトがあって、鏡があってって感じです。そしてその下には、椅子とゴミ箱。引き出しもありますね。こんな感じで。ここはなんかちょっと開きませんね。ここですね。お、この中にドライヤー入ってます。で、この下には、おっと、コップとティーカップ。そして東芝の冷蔵庫、こんな感じですね。アイスクリームや冷凍食品は貯蔵できません。あーでもまあ若干冷えてます。でこの横にカーテンこんな感じであるんですけど、こんな感じです。なんも見えん。はい、ベッドを見ていきましょう。ベッドはこちら、てでん、おー、いいですね。一人で寝るには十分なサイズの広々ベッドです。しかもふかふか、いいね。これはもうね、ぐっすり眠って15時間ぐらい経過しちゃいそうですね。はい、あ、ちゃんと起きるんですけども。で横を見ますとこんな感じで、おっと、こちらにコンセントついてます。下に USB の差し込み口もあります。ということは携帯がこちらに置けて充電できるということです。素晴らしい。時計と電話があって、その下にはちょっとしたスペースがありますね。あ、よく見たらこちらにですね、いろいろあります。あ、しかもここにもコンセントあります。素晴らしい。これはどうやってつけるんだろう。あ、こちらのライトですね。ここに紐がありました。こんな感じで。おー、いい感じです。おしゃれです。で、エアコンのスイッチがこの横にあるっていう流れになってますね。はい。はい。残るはこの部屋ですね。おっと。入浴の際はドアを閉めてください。警報ビルが鳴りますからご協力ください。だって。ということでね、気をつけていきましょう。これは。ガチャリ。おう!はいはいはい、なるほどね。今回もやってきました、このトイレとお風呂の組み合わせ。皆さん声を合わせていきましょう。せーの、ユニバジャケン。ということでね、はい、決まりました。広島旅行2回目のユニバですが決まりました。こちらにはコップと歯ブラシで
カミソリとボディタオルがあります。で、リンスシャンプーとボディソープがあります。コンディショナーはないですね。で、左にはハンドタオル、上にはバスタオルがあります。で、鏡がありまして、で、ここに足拭きマットがあって、バスカーテンがあって、で、楕円形の、しかも結構肩まで疲れそうな感じのバスタブですね。で、シャワーがこんな感じですね。ヘッドがこんな感じです。はい、ということでね、部屋を一通り見終わりました。福山駅の北口からね、徒歩2分で着けて、しかもファミリーマートが目の前にあるという、めちゃくちゃいい立地のホテルです。なのでね、皆さんも福山に来た時はここに泊まってみてはいかがでしょうか。てなわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。それでは、バイバイ。 Thank you for watching.